7月28日開催のヨギボープレゼンツ長来人3埼玉スーパーアリーナのアベマ PPV チケットが今日28日午後6時から発売された。また今日午後9時から放送の特番28分の6長来人3超危険な運命の決戦1ヶ月前 SP に同大会に出場する朝倉未来と緊急参戦が発表されたアンポルキアの出演が決定した。 2015年に旗揚げしたライジンにとって過去最大規模となる本大会は、双方が引退をかけ戦うことを発表している朝倉未来と平本ハスの因縁対決をはじめ、ボクシング6階級制覇のレジェンドであるマニーパッキャオがライジンに初参戦が決定。対戦相手はライジンフェザー級王者の鈴木千尋に代わり、第4代 K1 ワールド GP スーパーライト級王者のアンポルキアと対決を繰り広げる。 その他にも注目の試合がラインナップする本大会の p p v チケットは、前売りが6500円、当日が6900円、アーカイブが4400円で販売。特典として朝倉と平本の素顔に密着した裏側映像を見ることができる。さらに、アベマでは、朝倉未来応援チケット、平本連応援チケットも販売。 それぞれのオリジナルシールやデジタルフォトブックのプレゼントのほか、抽選で各一人に本人直筆サイン入り着用済み革ジャン、本人直筆サイン入り公式グッズセットが当たるチャンスもある。価格は前売りが8500円、当日が8900円、アーカイブが6400円、すべて税込み。黒丸予備ボープレゼンツ長来人37月28日埼玉スーパーアリーナ、スタジアムバージョン。 フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮、雷神スタンディングバウトマニーパッキャオ vs. アンポルキア、フライ級大木久保広正 vs. 新竜馬こと、フェザー級斎藤博 vs. 久保点ゼロ 59.0kg ところ秀で vs. 広屋バンタム級足沢流星 vs. コウフェザー級鈴木博明 vs. ヤーマンスーパーアトム級レーナ vs. ケイトロータスベアナックルルール 57.2kg ジョン・ドットソン VS。ソヤ・タカシ、ベアナックルルール 57.2kg タイ・エマリー VS。チャリー・サシ・ガーラ。